変なリズムじゃないんだよ。うん、分かった。じゃあ一緒に明美ちゃんも一緒に踊ろう。うん、分かった。一緒に行くよ。はい。ちんこ豆こぽん。ちんこ豆こぽん。ちんこ豆こぽん。こちんこちんちんちん。はい。ちんこ豆こぽん。ちんこ豆こぽん。ちんこ豆こぽん。こちんこちんちんちん。上田佐藤と申します。79歳です。高校中退した後に上京したんですよね。そうです。タクシーの運転手さんに拾われて、タクシーも3年ぐらい乗りましたかね。それからバスの方へ切り替えたんです。23歳までいたんですよね。そうです。なんで戻ってきたんですか、こっちに。やっぱり東京は田舎のもんが住むようなところじゃないなと思って、住むんなら田舎がいいなと思って思い切って東京を離れて帰ってきました。奥さんはバスガイドだったんですか。そうです。その頃女房と一緒に働いてきまして、でわしが帰る言ったら女房もついて帰ることになって。荷物と一緒に広島まで帰ってきました。帰った後は板金塗装業をしてたんですよね。そうです。自動車の方の板金塗装習ったことはないんだけども、器用さで、車を23年したと思います。で42歳からここを始めたみたいなんですけど、はい、始めるきっかけは何ですか。初めのきっかけは遊び場がちょっと広いもんで、社交ダンスを習おうということになって、地域の人と社交ダンスを習うとなんですよ。そしたら社交ダンスが終わって、あと、お茶飲んだりなんやコーヒー飲んだりしょるうちに、ふとスナックすりゃいいんじゃないかなような感じになって、スナックを始めたような状態です。ほとんど自分で改装されたんですよね。そうそうです。それをその器用さでこういうことをすることが好きなもんで、ちょこ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 女房と2人で1年かけて作りました。この絵も描いたり、うん、物も全部作ったんですよね。そうです。一から全部ほとんど金かけたいうのは、このテーブルと椅子、電気、そのぐらいで、あとは全部クロスから何もかも全部ほとんど自分でやりました。木彫りのいろんなちょっとエッチなオブジェがお店の中にいっぱいあるんですけど、これは何で作ったんですか。うん、やっぱり普通の大黒さんとか恵比寿さんとかそういうものを、まあ、前も撮れたんですけども、まあ、こういう夜の仕事はそういうまともなものを彫っても、またどっかで買ってきたんだなというような感じで見てくれるから、だからまあ夜の仕事はどうも下ネタの方が喜ぶもんで、エッチの方のホルモンを彫った方が面白いんじゃないかと思って、エッチのホルモンを彫るようになりました。ほとんどが一人芝居だと思うんですけど、はい、これも全部自分で考えられたんです。そうです。今度ね、みんなとする言うてもみんなが相手もおらんもんで、今度は、女房相手もできんし、女房の誠意からそれでこうしようかなと思って、じゃあこう人形を作って、人形とすれば風邪をひいた、頭が痛いとかそんなことを言わないで、素直に言うことを聞いてくれるもんで、もうこれは人形と劇をすればいいんじゃないかなとふと思い出して、今人形と芝居をしております。なんか最初の頃は通学路にオヨネーズの人形を置いてたって聞いたんですけど、うん、オヨネと麦畑の人形を作って、うん、およねが抹茶のチンボーキを寄るところをぶら下げて、それは動く人形なんですか。そうです。それも動いてこう、うん、鎌が右左して、うん、チンチンもブラ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 切られて、フラ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 動くように、うん、しとったんです。うん、そしたら小さい子供がそれを見てまあ喜んどったんですけども、なんぼでもいけんぞと PTA から思われたから苦情が来まして、まあ、でも3ヶ月ぐらいは飾っとったんですけど、まあ、取ってくれることになりまして、人形を下ろしたような状態でちょっと有名にはなったんです。あれでからくり芝居は何個ぐらいあるんですか？演目が。からくりが今ね4つぐらい今あります。で人形使わん子に、演劇するんがまあ15、16はあります。常念さんの18番の芝居は何ですか？バンバンの中太郎です。この辺りに水熊屋さんとあると聞いてきたんだが、どのあたりだろうかな。誰かい、中に話があるならお入り。失礼さんでござんす。実はおかみさんは上州は酒田の郷に芝山から南へ一里すり鉢峠と宿場でバンバというところをご存知じゃござんせんか。バンバ、ああ知ってると思う。それがどうかしたのけ。いいかみさん、こんなヤクザに誰がしたんで。中太郎はこの胸に抱きしめ一人旅に出るんだ。会わなきゃよかった、泣かずに済んだ。これがいいよ。